はい、どうもサメ肌です。ユーリーモード攻略パート2始めていきます。今回はダックエリアの方からスタートです。ここのエリアは通常のレギュラーモードに比べましてギミックがかなり変わっていますので参考にしていただけたらと思います。はい、ではこちらのヘビから始めていきましょう。ここのヘビちゃんですが右上に登っていきます。右上に登っていくのですが、最初のブースジャンプ、1回目のブースジャンプですと、このように高さが微妙に足りずに、岩のところに登ることができません。そのため、ここのヘビちゃんのお腹を使って高さを出すっていう方法もあるんですが、個人的には時間かけていいのであれば、ここで高さ出しを3、4回ぐらいやると、このように岩のところに乗ることができます。ここからは壁蹴りですね。して、あとは一発でここに乗ることができます。ここはそこまで難易度が高くないので、慣れてきましたら、ヘビちゃんのお腹を使って、ただのジャンプで登る方法と、あとはブースト込みで直接登ってしまう方法があります。はい、では左上を目指していきます。まずこの1個上の足場に乗るのですが、ここは普通にジャンプで乗ることができます。そして次に左上に向かっていくのですが、結構高さがありまして、ブースジャンプ1回だけでは登ることができません。そのためここで高さを出して 2,3 回くらいやりましたら飛ぶことで、このように左上に登ることができます。ここも慣れてきましたら、1回のジャンプで登る方法は一応あったりします。このように1個下に下がって、高さを出して一発で登るという方法ですね。はい、次にこの左上の小さな足場の方に乗っていきます。乗っていこうとするのですが、ここ結構高さがありまして、ブースジャンプ1回でうまく乗ろうとすると、なかなかうまく乗ることができません。そのため分割して登る方法を2つほど紹介しようと思います。まず1個目の方法になります。ここからブーストジャンプで足を引っ掛けて高さを出して、ここからはもう全力でこのように登ることができます。これがまず1個目。この1個目のポイントとしましては、高さを出した後2回目のジャンプ、これは特に小ジャンプなどの調整をせずに全力ジャンプで問題ないということです。この上の紫色のところに当たって滑ってしまうのではないかと懸念するのですが、結構ここの上の高さがあることと、この下の足場がですね、右下がりになっているので、結局高さがギリギリになりますので、上にぶつかることはありません。はい、続いて2個目の方法になります。個人的にはこちらの方が調整が簡単なのでおすすめです。まずブーストジャンプで、高さを出して左上に乗るところまでは一緒です。その後にスズランの方に飛んでいきます。でスズランの方が、届くことができますので、そしたらまた左の方に戻ってくると、このように一発で乗ることができます。はい、こちらの足場の番外編になります。もしここで左下に落ちてしまった場合の話ですが、ここは最初の一度であれば復帰できます。ここから落ちてしまった場合ですね、ここ高さがあるんで、なんとか1回目だけはこのように復帰することができます。もし復帰できなかったら、ここからは高さを出しても登りにくいので、残念ながら諦めて左の方から右に、こちらですねに降りていきましょう。そうすると試練の方に降りることができます。はい、次に左上の球体のところに登っていきます。球体のところに登っていくのですが、ここ結構高さがありまして、ここもブースジャンプ1回ですと登ることができません。そしてここ上にまた滑るものがついていますので、高さ出しをすることができないので、ここで1回ブースジャンプして左に登って、右の足場を経由してからこのように球体に登っていきましょう。はい、球体に乗れましたら、次は右上の足場の方に向かっていきます。ここ結構難所でして、右上の足場が狭いのと、あと先端の方に滑るのがついていますので、かなり難しくなっています。
で、ここですが、1回のブーストジャンプですと、高さが足りず、なかなか難しいことになります。そのため、ここのところで1回高さ出しをして、そこから飛んでいき、ブーストジャンプで次の球体の方に向かっていきます。はい、次にここの球体と白い花とアヒルの重力エリアの攻略になります。ここですね。まず、右上の方に行きますと、なんかいますね。アヒルの口が、レギュラーと同じようにあるんですが、レギュラーと違うのは、このように重力がついていることになります。重力がついていまして、ここの重力を振り切って、うまいことこの、上のところですね、に向かわないといけなくなっています。ここの攻略方法は自分は一つしか知らないので、その方法でやっていこうと思います。まず、球体のところからブーストジャンプを出して、花にブースト。ここからもブーストで、このように、少し外目に飛んで、その外周を回っていくような感じで、くるっと一回りする感じですね。で、登っていく。このような方法になります。ちょっと停止してみましょう。ここから飛んで、花からはこのぐらいの角度ですかね。中心ではないけれど、で、外すぎでもないけれど、この重力場の円の方に沿って角度をつけていくっていうような状態になっています。ここから飛んでいきますと、このように乗ることができます。はい、ここでも番外編になります。この重力のところに捕まってしまったらどのように復帰していくかという方法になるんですが、ここは簡単でして、ここでブースト出して左上の方に全力で飛んでいきます。そうしますと結構左の方に飛んでしまうかと心配されるんですが、重力によって引き戻されるんですが、うまいこと距離が出ずにこの球体のところに戻ってくることができます。はい、では次に進んでいきましょう。ここから次にどこに進んでいくのか足場が見えないので少し疑問に思いますが、レギュラーをクリアされた方ならわかる通り、ここからワニの方に戻っていきます。なので左を見ますと、あのように重力場とその下に少し小さな足場が見えますね。あそこの左下の足場の方に向かっていきます。こちらも方法が2つほどありまして、まず1つ目。これはここからブーストジャンプを出して、球体に乗って、このように乗っていく方法ですね。これがまず1個目になります。こちら1個目に紹介させていただきましたが、初回クリアなどではこちらの方法はあまりおすすめしません。というのも、球体からこの足場にジャンプしてくるのですが、球体からですと、この足場がカメラで目視できないので、なかなか感覚に頼ったジャンプになるかと思います。そのため、初回クリアなどは次に紹介します2つ目の方法の方がおすすめになります。次に2つ目の方法になります。2つ目の方法は、ここの足場で高さを出して、左上の重力場ですね、あそこを一気に目指していくっていう方法になります。で、高さ出しですが、ここは右の壁ですね。この壁を使って高さを出していきます。ブーストジャンプで右の壁について高さを出して、そこからブーストジャンプで登っていくっていう方法になります。これが2つ目です。そしてここの重力場からは直接上は目指さずに、1個目の方法で紹介した足場の方に向かっていきます。ここは下の方に向かっていくんですが、ちょっとうまく回転を使ってこのように下の方に向かっていきます。ここまで来れましたらブーストジャンプでこのように飛ぶと1個目の方法と同じ足場に乗ることができます。次にここの足場から重力場の上の方を目指していきます。基本的にやることはアヒルでやったことと同じことになりまして、足場が少し変わるだけになります。ジャンプの踏み切り位置はここの先端になります。ここにブーストジャンプで飛んでいき、外周に沿うようにジャンプし、このように上のところに来ることができます。こちらも少し角度の方を見ていきましょう。ここからジャンプしてこのぐらいですかね。
外周の方に向けてジャンプしています。で、回転するとうまくこのように登ることができます。はい、ここからは斧の方に進んでいき、次のピラーエリアの方に向かっていきます。ここワニさんの足で少し見えなくなって怖いと思うんですが、ここから回転することによって足場に乗ることができます。結構斧の周期怖いので、そこはうまく調整しながら追んでください。で、ここもなかなか当たりづらいので、斧を待ってこの重力場に入っていけばもう切られることがないので大丈夫です。で、ここは回転しながら上に向かっていけばピラーエリアの方に入っていくことができました。はい、いかがだったでしょうか。今回アヒルエリアの攻略をしてきました。この UD モードの中でもアヒルエリアは攻略方法を知らないとなかなか次のエリアに進めないって箇所になっています。また操作方法もかなり特殊ですので、参考にしていただけたらと思います。ではご視聴ありがとうございました。